パウル・ゲオルク・フォン・メレンドルーフは、ドイツの言語学者、外交官。19世紀後半に、朝鮮の国王である構宗の顧問を務め、また、中国学への貢献で知られる。また、満州語のローマ字表記を考案したことでも、有名である。プロイセン貴族、メレンドルーフ家の出身。プロイセンの交換ゲオルク・フォン・メレンドルーフの息子。ゲルリッツのギムナジウムに通い。 1865年にはハレ大学に入学した。ここでメレンドルフは法学や東洋学、言語学を学んだ。メレンドルフは古典及び外国語に対して強い才能を示し、ヘブライ語に熟達したが、その時はまだ東アジアの言語を学ばなかった。1869年、メレンドルフは研究を中断して上海の中国会館に加わるために、 中国へ赴いた。上海と後に観光の会館で働く間、メレンドルフは中国語に熟達し、速やかに言語試験に合格した。しかし、彼はやがて仕事の内容に不満を覚え、1874年には通訳としてドイツの領事館に着くため会館を去り、ついには天津の副領事に任じられた。天津においてメレンドルフは、 新国の北洋大臣理工省の官房で働く馬立中を助けた。1879年、メレンドルーフは理工省がドイツ企業フルカンとクルップより武器と軍艦を調達するのを助けている。1881年、メレンドルーフはドイツの北京講師マックス・フォンブラントとの込み入った関係により領事職を去った。1882年7月に 李氏朝鮮で起こった神戸軍団は、新国軍による沖ノリ大院君の天津への連行、拉致で幕を閉じ、10月4日、新国と朝鮮は天津において、中朝商民水陸貿易協定を締結した。新国側は、北洋大臣李工省の他州香里と、馬立忠氏が、朝鮮側は、平層藩書の長安志夏と、金広市州、魚城中がこれに署名した。 天津を訪れていた長寧家、金広史衆は前後6作を李工省に提出して、軍団後の政策について李工省の指導を仰ぐ一方、朝鮮政府が外交顧問として招聘すべき人材の推薦を依頼した。李工省が推薦したのはメレンドルフと馬立、ただしの兄馬立常であった。メレンドルフと馬立常はこの年の12月に帰国した。 超安しナツと共に、半す入りし、12月27日、構想に越見した。メレンドルフは、朝鮮国王が証券した、最初のヨーロッパ人となった。メレンドルフは速やかに、構想と意を通ずるに、十分な朝鮮語を身につけ、間もなく構想の信頼を獲得した。構想は、メレンドルフを、外務教弁に任じ、朝鮮会館の設立を委ねた。メレンドルフは、 中国、朝鮮風の牧林徳を名乗り、すぐに朝鮮政府で大いに影響力のある人物となった。当時、朝鮮の税関は富山、元山、新川の参考に設けられたが、メレンドルーフは、貧主政権の重鎮で、貧費の老いにあたる民営欲と図って、税関収入の一部を貧費個人のために支出している。また、1883年、 朝鮮の国庫の窮場を知ったメレンドルフは、東五線という悪化の鋳造を朝鮮政府に進め、これは、ハンスン、高架島、平壌で大量に鋳造されたが、金玉金らの求心会下派はこれに対し猛烈に反対し、その代案として、日本からの借款の獲得を目指した。メレンドルフは、李交省や中国会館の総税無視、ロバート・ハートの希望に反して、 朝鮮の独立を主張することを望んだ。彼は中国海館から朝鮮海館を可能な限り独立させたかった。メレンドルフは朝鮮半島に対する中国と日本の影響を均衡させるために朝鮮がロシア帝国と同盟を組むことを唱えた。しかし、これはメレンドルフの独創とみなされて新国の警戒するところとなり、1885年、 李光章は朝鮮政府にメレンドルフの悲鳴を強要した。旧5月、メレンドルフは強弁交渉通商事務、総税無視を解任された。1888年、構想はメレンドルフの復職を試みたが、不成功に終わっている。朝鮮政府での任務を去り、メレンドルフは中国会館の仕事に服して、南の条約校、寧ハの関税局長官となり、余定を送った。 彼は、イハで、関税事務の改善に従事したほか、中国学の多くの作品を書いた。1896年と1897年の間、彼は、英国、アイルランド王立アジア協会の中国支部長を務めた。ありがとうございます。